平野紫耀主演、クロサギ、原作者、キング・アンドスファンとの対立肉苦キング・アンドスのメンバーである平野紫耀が、10月から放送される連続ドラマ、クロサギ、TBSK、毎週金曜午後10時、で主演を務めることが発表されました。 これにより、先輩である山下智久が以前同作で主人公黒崎を演じたことから、山 P 以外は考えられない、といった声がネット上で多く寄せられています。その中で、同作の原案を手掛けた夏原武氏がツイッターでこの論争に苦言を呈し、話題となっています。黒詐欺は詐欺によって家族を失った主人公が詐欺師を騙す詐欺師イコール、 黒詐欺となり本当の敵に立ち向かう物語です。原作は、黒丸氏、作画、と夏原氏、原案による同名漫画シリーズであり、2003年から2013年まで、週刊ヤングサンデー、週刊ビッグコミックスピリッツ、共に小学館で連載されました。2006年には連続ドラマ、 TBSK が放送され、山下智久が主演し、堀北真希、極楽とんぼ加藤浩二、山崎勤村が出演しました。また、2008年には映画版も公開されました。 昨年、週刊文春、文芸春秋、2021年11月4日号は、平野が主演する、黒詐欺の続編が制作されると報じ、その後正式に発表されたことで、ネット上で大きな話題となりました。 原作の二人はそれぞれコメントを寄せており、黒丸氏は長い連載期間を共に過ごし、完結と共に旅立った黒崎とまた会える日が来るとは思ってもみませんでした。放送を心から楽しみにしています、と述べています。夏原氏は、死んでも俗でもない、いわばもう一つの黒詐です。 制作スタッフからこの言葉を聞いた時に思ったのは、クロサギは本当に幸せな作品だな、という思いでした、とコメントしました。ネット上では、平野くんには新しい、クロサギ、を見せてほしい。難しい立場だと思うけど頑張って。前の、クロサギを見ていない、から別物として楽しむといった好意的な声も見られますが一部の山下ファンからはなんで平野が主演なの ヤマピーで続編作ればいいじゃんクロサギはヤマピーにしかできないと思う。実写はヤマピーの映画版で終わってほしかった、といった落胆の声も上がっています。一方、夏原氏は8月19日に投稿したツイートで、公式での私のコメント、真でも俗でもない、ですが、言葉自体は制作サイドから出たものです。 個人的に黒サギイコール山 P という意識が強かったんですが、続編やリメイクじゃない、もう一つのクロサギ、タイトルもクロサギと聞き、なるほど、それならあるな、と、ちなみに今回主演してくださる平野紫耀さんは、漫画もお読みいただいている、と、制作側から聞きました。そうで、とても感謝しています、と述べています。 なお、夏原氏は今年4月に放送された山下智久主演の連続ドラマ、正直不動産 NHK でも原作漫画の原案を担当しています。その際、夏原氏はツイートで、黒詐欺のドラマ化の話、引きこもごもって感じですね。わかります。 正直不動産で久々にお目にかかった山 P が黒サギを大切に思っていたこと、私は原作の一人としてわかっています。でも、今回は平野潮さんが演じてくれます。応援してください、と述べ、また、ちなみにですが、正直不動産の長瀬は山 P から変わることはありえません、というか、変わったら許可しません、ええー、と宣言していました。 キング・アンド・ブスのファンからは、で、というリプライが寄せられました。山下と平野に関する投稿が続くうちにキング・アンド・ブスファンと思われるツイッターユーザーから、夏原氏に対して、山 P の方がいいといった書き方はやめてほしい、という胸のリプライがついたんです。夏原氏は引用ツイートで、それは大変失礼いたしました、と、この意見に触れつつ、納得がいかなかったのか、で、 と一言付け足していましたと報じられています。さらに、別のツイートで夏原氏は、なんか、今回のクロサギドラマ化に関して、私が否定的であるとといったツイートを見かけますけど、山 P はクロサギのみならず正直不動産でも主演してくれたわけで、特別な存在ですよ。悪いんですが、関わらないでください。平野さんにも失礼ですよ。 と、平野ファンに注意喚起していました。ジャニーズファンの一部からは、原作者が気を使ってツイートする状況になっているのが申し訳ない、といった反応が見られます。夏原氏を擁護する声も多いですが、原作側があそこまで発言してくるのは厄介、原案の人が出しゃばりすぎ、といった批判的な意見もあります。 主演の平屋には、こうした不穏な雰囲気を吹き飛ばすほどの魅力的な黒サギを見せてほしいものです。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。